夏から秋に出回り、9月に旬を迎えるイチジクは、不老長寿の果実といわれる栄養価が高い果物です。イチジクは 80% は水分なのですが、食物繊維、鉄、カリウムなどの栄養素をぎゅっと凝縮して含んでいます。特に豊富に含まれているのは、ペクチンなどの食物繊維で、整腸作用、コレステロール値や血糖値、血圧の上昇抑制、疲労回復効果などが期待できます。今回はそんなイチジクでイチジク酒を作ってみました。材料はイチジク 200g、氷砂糖 40〜50g、35度以上のホワイトリカ 500ml です。イチジクは洗って水分を拭き取り、皮付きのまま輪切りにします。清潔な保存瓶にイチジクを入れます。氷砂糖を入れます。35度以上のホワイトリカーを用意し、保存瓶に注ぎます。蓋をして冷暗所で約2ヶ月置きます。2ヶ月後、干してイチジクを取り出し、別の保存瓶に移し替えます。ストレートやロックなどお好みで飲んでみてください。